3、2、1、0。11月の22日朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。先日、知り合いの A さん、右脳トレーニングとってもいいよ、24時間右脳トレーニングやってみないと言われました。答えは Oh no、 24時間もやってられるか。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。そうそう、言い忘れました。11月末まで送料無料セール中です。冷ややっこに乾燥塩昆布を乗せて食べると素晴らしい酒の魚になります。手順は簡単、乗せて冷ややっこの水分を十分吸収するまで待つまで、どうか試してみませんか。店長まっちゃん、仕事が乗ってくると神が降りてきたが口癖、神も降りてきたらいいのにね。